はい、こんにちは。日本改革と靴沢です。佐川の植木様、ご支援ありがとうございました。浦安支部長ですね、これね。何度もご支援いただき、ありがとうございます。別に、支部長はいいですからね、ありがたいですけれどもね。今日、髪の毛切りに行ってまいりました。この年まで、知りませんでしたが、私は頭につむじが3つあるそうです。正三角形ぐらいの、後頭部にですね、つむじが3つあるんだって、どのぐらいの率かわかりませんけれども、普通1つじゃねえのかなんて、ちょっと思ったりなんかしてね、よっぽど小さい頃に、寝つきが良くて、何時間も赤ん坊の時に、ずっと仰向けで寝てたのかな、ちょっと後頭部、平らですしね、ドイツ炭鉱開発反対、集会、なんか3万5千人とか、その炭鉱で石炭燃やすのは環境に悪いからとか言って、3万5千人も反対派が集まって警察隊と衝突したっていう大事件あってですね、それに参加して排除されるグレタン。こちらですね。割合生きとったんかいっていうような感じですけども、こちらは沖縄基地反対に参加し排除されるニート無能さん。なんでどっちもご満悦なんだって、顔が、なんかどやってんですけど、流行ってんのかこれ。こうやって排除される、写真を撮るっていうのがさ、グレタさん、二十歳になったそうなんですけれども、大人に文句言う少女から、大人に文句言う成人女性になったってわけなんですけれども、そういう勘違い女はですね、どこにでもいるんで、実は。注目度はだだ下がりですね。未成年が言うところに勝ち勝ったんだけど、口が悪い文句垂れる女なんか、どこにでもいいから、だださがですね。まあ、親がすげえ金持ちだってことなんで、残り人生は困んないんでしょうけどね。あと彼女をアクセサリーにしたい、意識高い金持ち男もいるだろうしね。毎日毎日、意地悪なことばっかり、私言ってますけれども、私も根性がねじ曲がっておりますので、仕方ないですね。360度ねじ曲がっておりますんで。ガーシー顧問弁護士の高橋さんって方いらっしゃるんですけど、自身のつべチャンネルで、必要にですね、誰が告訴したか、住所も名前も分かっている。と、言ってんですよ。そのガサ入れの時に示される状で、固く、差し押さえ令状ってやつですか。まあ、ガサ入れ令状ですよ。ここに告訴人の住所も名前も書いてある。被害者への圧に相当するのでは、俺は知ってるぞみたいなね。さらなる暴露するぞ的にみたいなね。示談に応じないと、さらに暴露しちゃうかんなという。被害者が恐怖を感じれば、こいつ自身が脅迫してるってことになりますよね。これで裁判官の心証が、うんと悪くなるといいなぁなんて思っております。維新の足立衆議の生放送にコラボバスターひまそらさん参戦。2人の論戦を超まとめ、意訳ですね。ひまそらさん、川松都議との連携活動を雑音って言ったことを謝れ、言ったんだ。足立さん雑音って言ったんだ。ずさんな会計とかの話は雑音だよ。謝らない。本質は政治資金規正法。コラボやパップスは政治団体だっけ？政治団体じゃないって言ったら政治収支は、違うんじゃねえの？社団法人の委託事業のずさん会計は些細なことなの？そこにだって税金注ぎ込まれてるんですけどね。暇。警察署行ったり、都庁に訴えかけたり、一般人がやれることを全部やった。その上で政治活動云々は一般人には無理だったんで、謝れ。だから川松都議にヘルプを求めたってことなのかな。足立、そんなにコストをかけてるとは知らなかった。謝ります。あっさり。暇。雑音と言われて、言われて、熱くなってしまった。こちらも申し訳ない。暇。
では政治活動について足立議員の方でよろしく。データとかも渡せる分渡すから、足立こっちもキャパシティがあるからできる限りで、やるね、終了ということで、足立議員のあの現地を取ってですね、今後は闇を暴く活動に強制参加させられるっていうことですかね。まああのキャパシティ内でなんて言い訳してますけど、その他あの足立議員の語録であります。この放送においてのね、国の補助事業は全体的にずさんなので、そんなずさんなもののために実質税負担率 48.1% の重税に苦しんでんのか。全体的にずさんなんで、コラボもずさんでいいって言いたいんだろうけど、ちょっとおかしいんじゃないですか、それね。コラボ問題を認めたら、他も問題になってしまう。なってしまうじゃねえよ。全部見直せって。それを期待してですね、維新に投票してる人も多いんでは？自民党は信じらんないから、つって。あちこちでなんかあのずる賢い声でやってっから、やだから、つって維新に投票している人も多いんでは？他が問題になってしまうって、問題だって意識あんだったら、ほじくり返すのが議員の仕事じゃねえのかな。 AV 新法は失敗した。なんか有識者会議にニート無能がいたみたいであります。2600万ってそんなに騒ぐこと。いやそれだけじゃないから騒いでん、赤い羽の闇とかね。監督省庁監督官庁がなくて何が問題なの。やりたい放題、むさぼり放題できちゃうじゃんね。監督するのいなかったらね。コラボなんか2021年度に2600万ですけど、2022年度は4500万要求してますよ。毎年毎年要求額増やしてますよ。監督官庁いないからじゃないのこれ。700人いる国会議員は全員本件をどうでもいいと思ってる。それはあなたの感想ですよね。誰一人全然あの問題にしてないってなんでわかんの。野党で暇だから大丈夫。あんたらの給料払ってる納税者バカにしてんのかってね。瞬時にあの本音が出ちゃう生放送って怖いっすね。聞かれてとっさにパッと言っちゃって本音出ちゃうんだろうな。少しも隠すことなくな。国会でねあの民主党ボロクソに叩いて少しは右っぽいのかなって思ってたけど、そうではないみたいですね。大いに幻滅いたしました。これを踏まえてネットの反応、足立さん口だけでまあ動かないだろうな。他人に敬意持ってる感じじゃないからどうかな。のらりくらりとのらりくらりとかわして決定的なこと言ってないよ。持ってる知識がなさすぎて議論になってない。足立はコウモリ音喜多の兄貴分だから信用できない。既得権益とか行政の矛盾を暴くのに維新に期待した人も多かろうにな。正直足立はいきなり退職日を狙おうとしてる人にしか見えんかったな。これなんか例えがわかんねえけど、一発で華やかで、大成功が好きなのか、地道な努力が嫌いなのか。4団体が異常な優遇されてんのが問題だって言ってんのに、足立は頭パップスかよ。パップス足立に何が深いって言うだけで動かないし、何の情報も落とさないし、一般人バカにするし、ナチュラルに人を見下してるところ、足立の家なところ。足立、本当にコラボ問題の本質を正していきたいなら、私と正面から向き合った方がいいですよ。自分から挑発しといて、ボコボコにされててくさ。なんだ、あの、自分から呼んだのか。そもそも一般人に喧嘩売る国会議員ってなんだよ。あそこまでボコボコになると、国会議員で手を出す人はいなくなりそうだな。関わりたくないなって思っちゃうだろうな。他の国会議員もな、ボコボコになっちゃうからな。そもそも一般人に喧嘩を売る国会議員ってなんだって話だよね。皆さん私よりあの足立議員にはお優しいようで、基本ね議論してんのが足立ファンだから優しいんでしょうね。出なければ生放送わざわざ見ようと、思わない。見た人が議論してるわけですからね。たった一夜でたった一回の放送で、評判だだ下がりの足立議員、明日のことはわからない政治の世界って、あの二平丼に言われたことあって、なるほどなって思ったことありますけども、私も気をつけないとな。私ずっこけると支部長さんかわいそうなんでね。NHK 首都圏ツイッター NHK 歳末助け合いで集めた金の一部を生きづらさを抱える若い女性支援団体ボンドに送りましたというツイートを削除して逃亡と。沈む船から
逃げ出すネズミがっつうの。まあこれで NHK はですね、コラボ負けそうって、思ってることが判明ですね。正式告知はまだですが、2月12日日曜日、NHK がものすごく嫌がってるスクランブルでも開催します。何卒ご参加ください。生きづらさを抱える若い女性を支援。若い女性しか支援しない。中年以降の女性は支援しない。生きづらさを抱える。誰だってそんなの一つや二つ抱えてんじゃねえの？この支援しなければならないっていう基準がわかんねえ。こっから先は支援しなくていい。これは軽度だから支援しなくていい。この人は支援しない。その基準がわかんねえ。ボンドっていう、まあ四天王の一つなんですけどね。水戸駅政治活動ですね。高校生が20人ばかし集まって、NHK 歳末助け合いの募金活動やったんですよ。かなり寒い日にね。その金がコラボ界隈にわたって好き勝手使われるのが、好き勝手使われるのも許せない。NHK には数々許せないところがあるんですけども、これ許せない。ので、NHK スクランブルでも頑張ります。皆さんもどうかご協力ください。2月28日を前に、これ帳簿の再提出。領収書集められんのかな？ニート無能さんが、情緒不安定、女を盾にして、自分の主義主張を広めようとするの、いい加減やめてほしい。なんかこの人、自分らを攻撃する奴らは女性の敵って言ってませんでしたっけ？お前が言えなんて、それはお前だろ。不可避な大好評を博しました。こんなに綺麗なブーメランは久しぶりに見た。大絶賛もありました。笑った返しなんですけど、ブーメランで切腹すんのやめろ。投げてもいないってことですかね。今後使わせてもらおうかな。これもうちょっと追い詰めれば、もっと自爆しそうですね。もっと自暴露。暴露。なんか自分にとって余計なことを喋っちゃいそうで面白いですね。立憲の参院選敗北について、多重国籍さん、泉代表の発信力がダメ。経験が浅く知名度がない。真っ当な政策を言っても、国民に届かない。なんて言っちゃったそうであります。公の場で。ネットの話。じゃあてめえが代表やれば。代表やれば。これやばい。さらに分裂してしまう。お前がダメだったから普通っぽい人を立てるようになったんやで。無名より悪名強、高すぎるお前らはもうダメ。安倍が死んだせいで同情票が入って負けた。とか言っちゃうお仲間をどうにかした方がいいぞ。立民が出すのは願望であって政策じゃない。誰にでも噛みつくフェーズに入ってて、クソと。一般人、脱粉のせいでは。あははは、そんなこともありましたね。で、誰がうんこしたの？言うやろ。ここでも、お前が言うな。あ、万能ですね。多重国籍さん、執行部にだいぶ不満が溜まってるようですね。連邦党って作って分裂したら、私についてくる人いないっつって、5人以上いれば、政党助成金もらえるんだしさ、自分の票の減り方がえぐいんで、それもイライラの一因でしょうね。2010年171万票、2016年112万票、2022年67万票、順調に5、60万ずつ減らしてますね。まあ、自業自得なんですけど、なんかどこにでも入り込んで税金吸ってるですね、村木敦子の邪悪さをしばらく扱ってるですね、こういうわかりやすいバカにほっとします。一服の清涼感っていうんですか、ほっとします。真夏にラムネを飲んだかのような。水道橋博士の議席を継いだ、令和大島クスオブログ。クスオじゃなくてクズオだっぺん。いうような、意見もいっぱいありましたけど、在日韓国民団本部へ挨拶に伺いました。民団本部へ挨拶に伺いました。ネットの反応です。普通に出入りできるんだ。何の挨拶に行ったんだよ。溶け込みすぎやろ。またひでえのが議員だったな。支持者も承知で応援してんだから、そういうこと。シーカズも民団の新年会に主賓で出席してたし、見てくれ感半端ない。まあ、隠そうとしてない。見てくれ。むしろ見てくれ。必要なのはスパイ防止法と粛清。民団は予算の7割を韓国政府が助成しておりまして、その代わりにですね、パスポートの窓口業務とか、その他業務を受け負っている。民団本部は準大使館扱いなんですよ。で、この真ん前でスピーカーを使用した抗議外線とかできません。
麻布にあってですね、まあ民団本部の方がちょっと広い通りのにありまして、韓国大使館は、細い道登ったとこ、坂道登ったとこの途中にあるんですけれどもね、そんな準大使館扱いに、出入りできんだ、すごいね。令和は外国人生活保護推進党だから、まあそうなんでしょうね。挨拶に行くってことは、何らかの恩を受けてるっていうことじゃないですか。民団員は有権者じゃないんで、票じゃないですよね。何らかの恩って、恩ってなんでって話なんですけど、金と女と選挙に必要な人でですかね。ブログでわざわざ発表して隠す気ないのは、支持者もそういう連中だからでしょ。一般に支持は、広がらないんですけれども、令和は上手なところがあって、ターゲットをですね、世間に恨みを持つ底辺に絞ってですね、共産党から多くの見込み客を奪うことに成功してますよね。比例票230万部だもんな。共産党300ぐらいじゃなかったっけ？もう抜かれるよ、そろそろ。そしてですね、世間に恨みを持つ底辺は、数は減るかもしれないけど、未来永劫いなくならない固定客です。未来永劫そういう奴らはいなくなりません。バカはいなくなんねえな。下からバカを排除しても新たなバカが生まれるよなみたいな。雑談枠です。久しぶりに、ドコモ調査面前に家族友人知人などがいてもスマホいじっちゃう。っていう人、さすがに上司とかの前ではいじらないのは普通なんで、まあこの場合じゃない、上司じゃない、まあ、仕事中じゃないっていう限定なんですけど、男性女性ね、10代 75.4%、85.1%、 10代女性多いっすね、85%、20代 69.5%、 77.3% ときまして、でん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 、70代でも30.8% と 29.9%、 目の前に人がいてもスマホをいじってしまいます。ネットの話です。カフェで4人席に座ってた全員が黙々とスマホいじってる絵を見たときはシュールだった。女同士で座って互いにスマホ見てるとか意味不明な状況結構ある。ホームでスマホいじってみんな下向いてて気持ち悪い。運転中にスマホいじんのやめてほしい。などなど私の経験です。サイゼのドリンクバーでコーヒー注ぎながらスマホいじってるの見たことあります。こうやって押してコーヒー注ぎながらやってんですよ。見たことあります。公衆トイレで商用を足しながらスマホいじってるあんちゃん見たことあります。片手で股間を押さえ片手でスマホやってるあんちゃん見たことある。駅構内でスマホいじりながら急に立ち止まんのやめてくれませんか。女性しか見たことねえけど、男でそういう人は見たことないですけど、女性な歩ってる最中急に立ち止まんの、スマホ見ながら、ぶつかっちゃうからやめてくんなの。マックに並んでる時に3歳ぐらいの子供はですね、ママママ呼びかけてんのにずーっとスマホいじってて子供の方見やしねえ母親、動画と思いますよ。電車乗る時に降りる人がスマホいじりながらもったらもったら降りてくると腹立たしい。乗るために待ってんのにね。こっから私の考察なんですけども、なぜほぼ全ての年代で女性の方がスマホいじってんだっていう疑問であります。SNS は現代の神である説、これはですね、自分が正しい行いをしているか、人の道を外れていないか、良き人足りえているかを、昔は聖書や経典や神父や牧師や僧侶が教えてくれたが、現代はその役割を SNS が代行している説。SNS でですね、まあこんなことやった、あんなことやったって発表して、非難合合だったら、あ、これ、まずいんだなで、リツイートやいいねが多ければ、あ、これは良き行いなんだなぁ、という。それで判断。自分は無宗教と考える人が、過半数超えしました。特に若者に顕著。減る一方の
イギリス国教会支持、これイギリスの調査なんですけど、これイギリスだけでなく世界的な現象みたいです。アメリカでもドイツでもフランスでも宗教離れ、が起きている、わざわざ、日曜に、教会に行って自分は正しいかどうか教えてもらわなくても、ツイッターやフェイスブックでみんなに教えてもらえるっつですね、つまり用を足しながらスマホいじりやめられないアンチャーはですね、それだけ熱心な信者ってことですね、逆に自信がなくて悩みが深くて神、SNS という神にすがっているとも言えますけどね、ではなぜ人はそれほどまでに自分が正しい行いをしているか、人の道を外れていないか、良き人なのかを気にするのかって話なんですけど、他殺による死亡率、石器時代 15%、100年前は 5%、現代は 1%、これ他殺、戦争を含みます、戦争。戦争による死亡、100年前は第一次世界大戦なんてのありましたね、石器時代も 15%、現代は 1%、まあ強盗だの、殺人だの、まあ、戦争はそんなにないですけど、石器時代、所属する集団によって殺害されたと考えられる、なぜかというと石器時代って20人から50人ぐらいの、グループでまとまって行動していて、国と国との戦争とかにかったから、殺される他殺されるとするならば自分の所属している集団、たまーにごくたまに、集団と集団がぶつかり合って、いい場所巡って、やり合ったかもしれないですけど、まあまあ、ほとんどがですね、自分が所属する集団に、殺され、排除されていた。なんか気に入らないとか、無能で、集団のお荷物になってんな、などの理由で。なので、人は嫌われ孤立することを恐れる。無能でないと、証明したいって本能がある。特に女性。暴力に抗うことが難しい。なので、女性同士が集まると、マウンティングが始まるっていうですね。こういう説はあるんですよね。女性は噂に敏感である。これ自分が暴力に弱いもんですから、自分に不利な兆候、自分に悪い噂が立ってないかどうかをいち早くキャッチしたいっていう自衛本能だっつうんですよね。なので女性は男よりもスマホいじりをやめられないって結論に達するんですけど、まあ私の考察ですんで、異論は認めます。もちろん異論は認めます。わかりやすく話せたでしょうか。女性はなんでスマホいじりを男よりもやめられないのか。それは暴力に抗うのが難しいから。というですね。自分の評判気にするから。ということですね。というわけでメール当院さん大募集であります。デトックスジャパン。